2020年最後に飲みたい赤ワイン編です。よろしくお願いします。ズバリ今年で一番印象に残った赤ワイン、ボルドーだ。大人だね。東京ワインサロン中ソムリエの純也です。今日もよろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくのは、もうね、だんだん大晦日も近づいてきましたので、お歳暮とかね、ギフト用とかで贈答したい最適なワイン、2020年最後に飲みたい赤ワイン編です。よろしくお願いします。いやー、一体どんなワインが登場してくるのか、ビビのポイントは何点なのか、期待していただければと思います。今日も東京ワインサロンレギュラーメンバーのあやなさん来ていただいてます。よろしくお願いします。あやさん、どうですか？もう忘年会シーズンだし、結構お酒飲む機会もどんどん増えてると思うんですけど、ズバリ今年で一番印象に残った赤ワイン、これ何ですかね？ジャンバさんの企画でやったナパハイランズ。ナパハイランズ美味しかったですね。あとコストコ最強コスパのアポシックインフェルノ。インフェルノ、いや、大好きでしたもんね。僕はね、ちなみにフリズナー覚えてますか？はい、フリズナー、美味しかったですね。もうカリフォルニアのトップって言ってもいいくらい。これ覚えてます。そう、これこのやつですよ。まだね、この動画見てない人は遡って見てほしいくらい美味しかった。今回ご紹介させていただくのはこちら、クラレンドル。聞いたことない方も多いと思うんですけど、世界中で最も威厳のあるボルドーの格付けあるじゃないですか、はい、何級何級って、はい、あれの第1級に名を連ねてる、いわゆる五大シャトーって呼ばれてるうちの一つ、はい、シャトー・オーブリオンが手掛けるワインなんですね。めちゃめちゃいいやつで、オーブリオンが作ってるワインですよ。もちろんね、うちもシャトーオーブリオン出せるかって言ったら何十万もするから、今はねまだ用意できるわけもなく、でもね、その代わりこのクラレンドルはオーブリオンが作るサードワインって呼ばれてるんですよ。オーブリオンの作り手が同じブドウで作っている、要するに2番選手3番選手っていうようなイメージのワインになってくるんですね。とはいうものの、やっぱりね、五大シャトーのオーブリオンが手掛けるワインだから、もう品質の高さは間違いないお墨付きですよ、うん、オーブリオンをハイコスパで飲んでるって思っていただいて間違いないと思いますね。今年一番の忘れられないワインになること間違いないと思います。ぜひ期待してください。ブドウはね、メルローを中心に、まあ、カベルネソーヴィニヨンとカベルネフランを掛け合わせたボルドーの南の方に位置するグラーブ地区っていう場所で作られる特有の王道の作り方になるんですね。すごいのはね、この子はもう本当に日経新聞で紹介されたりとか、あとエノテカさんっていうワインショップ全国にあるんですけど、発売以来76万本っていう、もう異例の大ヒットをこうしてるワインですし、有名フレンチで取り扱いされてたり、飛行機のビジネスクラスで提供されているっていうくらいのすごいいいワインなんですよ。ということで早速テイスティングしていければと思います。よろしくお願いします。はい、お待たせしました。それでは2020年最後に飲みたい赤ワイン編ですね、クラレンドルテイスティングしていきたいと思います。乾杯。乾杯。これは楽しみ。香りがいいな。いいボルドーだ。美味しい。やっぱね、2015年なんですよ。なだけあって、タンニンに角がないでしょ。柔らかい。シャトー・オーブリオンっていうと、唯一、五大シャトーって呼ばれてるワイン、もちろん5本あるんですけど、そのうちの4つは、ボルドーの上の方になる、メドック地区。メドック地区はどちらかというと、カベルネ・ソーヴィニヨンが主体のワインになるんですけど、シャトー・オーブリオンだけは、メルロ主体のグラーブ地区っていう場所で作られてるんですね。確かに1級に選ばれたのっていうのは、オーブリオンだけ。優しさがここから出てるのかな、うん、そう、なんかソフトなこう包み込むような印象が強い、うんうん、優しい女性感というか、うん、そう、うん、最近飲んでるのはプライベートでどんなやつだったんですか？アメリカの、あ、やっぱバチバチのカリフォルニア。カリフォルニア好きになっちゃってて、この番組のせいです。うちらのせいだ。まあでもこの子も程よくね、ベリーの感じもすごいあるし、樽の香ばしさもすっごいバランスが取れたいい子ですね。これはこれ結構開けたてでもめっちゃ美味しいですね。そうそうそう、カリフォルニアワインとかの甘さとかも、ああ、自分の生き方に対してちょっと最近甘さが出てた、甘さが出てた、ちょっと引き戻されましたね。ホームに帰ってきた。ちゃんとしなきゃなって、いや年末に戻れました、頑張ります。
写真だね。ということで、シャトー・オーブリオンが手掛けるサードワイン、プラレンドルをテイスティングさせていただきました。これまでいろんなボルドーワインを飲んできたと思うんですけど、正直な感想はいかがでしたか？ダントツ美味しいです。おお。ボルドーがもともとすごい好きすぎて、うん、12本セットとかを、すごいよね。もうとりあえず全部飲むみたいな感じだったので、やっぱ12本セットだと外れも多いじゃないですか。確かに確かに。だからちょっと平均点下がってた中で、ちゃんと美味しいものを久々に飲めた。おお。これはじゃあ今回アヤナポイントも高いんじゃないですか。じゃあ早速恒例のビビのポイント、ジュニアポイント、アヤナポイント。発表していきたいと思います。マイナポイントは果たして何点なんでしょうか。どうぞ。4.2。おお、高得点。はい。ジュニアポイントもね、これ結構久々にいいボルドーを飲んだなと思って。メドックのやつだと当たりが強かったりするじゃないですか。犯人がこうバーンってきたりとか。2015年っていうのも熟成感がしっかり出てきてるいい年だなと思って。ジュニアポイントとしては 4.0 つけさせていただきます。小崎さん、ビビのポイントの発表をよろしくお願いします。ビビのポイントは 3.7 です。 3.7 なんだ。いやでも全然美味しい。ビビの厳しいですね、なかなか。これちなみに価格としては、あの今回ねネットで買い付けさせていただいたんですけれども、酒高校マシモさんっていうところがあるんですよ。そのマシモさんで2420円で買い付けさせていただいて、すごいコスパめっちゃいいんですよ。贈答用、お歳暮とかギフト用でプレゼントしていただいてもすごい喜ばれると思うんですよね。興味持っていただいて、ちょっと試してみたいな、飲んでみたいなって思っていただけたら、ぜひ一言コメントいただければと思います。今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。東京ワインサロンはサロンメンバー募集中です。ワインライフを楽しみたい方、チャンネル登録で東京ワインサロンのメンバーになりましょう。サロンメンバーにはワインのお得情報をお伝えしたり、サロンメンバー主催のワイン会に招待しちゃいます。詳しくは概要欄に書いてますので、ぜひぜひチェックしてみてください。次回もためになる動画、美味しいワインを紹介していければと思います。楽しみにしててください。それではまた、バイバイ。